結構ディープな、ディープな街というか、あのなんか猫カフェみたいな感じかな。なんか私もよく分かってないんだけど、なんで猫なんですか？クヨンは猫が好きだって今。あ、なるほど。この一角だけ。やば、なんかあれ。なんかまた。なんかちょっとストリートみたいな風景だね。ここ？そう、今日ここで今レッスンを持ったところでございます。お疲れで。お疲れー。かなちゃんの研究室ここ。そう、私の服は研究室でございます。研究室。もう今日何も前振りなしに始めたけどね。びっくり。いらっしゃい。ここでなんか板を取ったりとか。あ、防音っていうか。そうそうそう。ちゃんとね、ここで声を取れるようになっております。だけど、すげえ背が低くなっちゃった。ほんとだ、これ高いよね、でも絶対。ね、こんな感じでございます。はい、今日は、ここで普段、ボイストレーニングのレッスンをしているわけなんですけども。あ、今日はですね、まあ、表帳を散策しますよ、これから。お仕事終わったんで。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。で、今日ちょっとここから。そう、ここからスタートしたいと思います。はい。はい。ちょっと待って、いけるかなと思って。こんにちは。いつもお世話になっているスタジオの社長代表です。10時間音楽をやるという番組がありまして、はい、それで練習をしてます。9月30日に岡山から地球を救うという番組をここから配信しますので、はい、はい、じゃあちょっとスタジオなんで、次どこ行くんかな。次ね、なんかね、さっきね、ここを撮っていただきたいですね。え、猫？猫猫の祭典をやってるらしいの。なんか猫カフェみたいな感じかな。いや、猫カフェじゃなくって、なんか
私もよく分かってないんだけど、みこ祭典表町にあるんだ。そうなんよ、するんですよ。おで、ちょっとまあ何してるか聞いてみましょうかね。そうだね、はい、はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。なんかちょっと重そうな扉だねこれ。お、いや意外と軽い、はい、入りたいと思います。あ、綺麗。ここ今猫の祭典をやっとるということなんですけど、トニカさんです。はいはいはい、ということで、猫の祭典というのが気になってね、まあ、お近くのトニカさんにやってきたんですけど、ありがとうございます。はい、まあ、猫の祭典、なんで猫なんですか？まあ、基本は猫が好きだっていうのは、あ、なるほど。こういう陶器ね、はいはい、陶器も全部これ猫の、かわいい、めっちゃかわいい猫のちょっとこう、シルエットとかね、こういう色まあ、いろいろなるほど、なるほど、まあ、こんなことやったり、で、来週これが終わると今度この作品を倉敷に持ってって10月の11日までが岡山で、倉敷が11月の1日まで、はい、こうあるみたいなので、ぜひ気になった人は猫のサイトで調べてみてください。ここまあ一応いわゆるよく有名な表町商店街なんですけど、この表町商店街は北から上野町、中野町、下野町で、栄町商店街、神谷町商店街、じゃあこの、ね、中野町商店街とか下野町商店街で、千日前商店街とか、まあいろいろあるけど、全部集合して表町商店街っていうんだね。うん、見たらいいですね。私も結構表町来るけど、なんかなんだろう、表町っていうだけでなんかこう、なんだろう、細かいこともあんま気にしたことなかったから。ということで、ここなんかすごいレアね。これちょっとね、行ってみるか。この一角だけやば、なんかあれなんかまたなんかちょっとストリートみたいな服がね、なんか合うんですよ、うん、ちょっとヒップホップの、そう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 、ベニヤ、え、なんか雰囲気あるな。もう一回やられてる、そう、もう経験ですよ、もうあんなの初めてでしたね。いいね、このまったり感。かなちゃん、こういう感じまったりあんまないよね。なんとなくその特集、結構よくこことか歩いてるけどね、やっぱ職場近いし、うん、ここからその表町栄町商店街、さっきマップあったとこ下野町だったよね。区切りで町が変わっている可能性があるね。ある、ある。さっき今で中野町だったのに急に気づいたら下野町になってたし、でここから栄町商店街、こことかなんかおしゃれじゃない？ねえ、カフェ、もうこのね、両サイドにやっぱりいろんなね、いい感じのお店がね、桃源郷カフェだ。あ、そうだよね、佐藤製50円だって。ほんまに、これもかわいい。多分どうなの、使えないんかな、これ。みんな使えるの？これもなんかちょっと焼き物、それオブジェとして使ってるのかな。カフェみたいな。すげえおしゃれなシャンデリアが。ほんまやな、なんかちょっと雰囲気変わっとるね。なんか、はい、あれやね、この昼間見ると、夜になるともう完全に。全然違う、この店かと。他のくらいしちゃったんですね。土曜番長配信して
ですね。ね、定期的にやろう、ね、あ、もう俺まったりいいの言って、ね、そうですね。めちゃめちゃいい値段だね、これ。8万、5万、16万。私、なんか6000円落ちとるの見たことある。マジで？マジで、マジで、ね、ここも一回行ったことある。ここ？ここよ、ここに私、ね、これ結構、ラーメン屋さんとかね。うんうんうん、ここもね、この辺もよく来ますね、私。うん、こういうとことか。あ、閉まってんな、この辺もよく来て。でこの近くにも行きたいとこがあるんよ、ちゃんと。あ、でも夜だから全部開いてないよ。そうだな、うん、はい、はい、実際この辺本当に音楽スタジオが多くって、あのそこにもライブハウスのデスペラードがあったりとか、こっちブルーブルースがあったりとか、あの楽器堂があったりとか、ね、私もね、なんかちょこちょこお世話になっているところがあるんで、よくこの辺は来ますけど、結構ディープな、ディープな街というか、あのよく見るとなんだこの店みたいなのが意外と多いんで、ちょっとこの辺もね、謎が多いというか、まあ、意外とこう一人では入りにくいけど開拓していきたいなみたいな場所が多いですね。はいはい、まあ、またこう一個回れたらいいなとは思いますね。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。